おはようございます。おはようございます。今日はテレビのあれということで、そうですね、はい、収録ということで台本の量があるんですけど、はい、今日はね、なんと一日撮影ですよ。はい、はい、どこに来てるかっていうと福島市新忍ヶ丘、忍ヶ丘っていうね、ところに来てるんですけども、前回のあの福島テレビさんで東日本女子駅伝の今回、はい、まあ、あのまた2021年の収録ということでロケ来ましたね。ロケ来ましたということで今日は、今日の動画はテレビ撮影の1日に密着するという形の動画でやっていきたいと思います ね見てください。台本見せられないんですけど、はい、このタイトル、はい、東日本女子駅伝魅力紹介しまーしょうっていうね、はい、ロケでございます、はい、楽しみですね、まあ、そうですね、まあ、これは一応福島テレビさんの方でも、はい、まあ、YouTube だったり、まあ、福島テレビの、うん、あの番組だったりという感じ で、ね、まあ、なんか5週連続で放送されたりとか、そんなに1週間に1回ってこと。そうめちゃくちゃ放送されるじゃん。あと本番でも、うん、もちろんタムジョーがあの当日、うん、あの行くっていう感じになるんだけれども、来月ね、うん、まあ、来月の11月14日が東日本女子駅伝っていう感じなんですけど、なるほどね、はい、まあ、早速ね、ちょっと今は初めはこのスタートの競技場から、はい、1区からということで、ここは1区スタートで、でアンカーがここに帰ってくるって感じで、はい、いろんな区間行くのよ、うんうん、今日行く区間は1区、4区、5区、8区、最終区という形で、うんうん、まあ、いろんなねコースの魅力とかを伝えていきたいなと思います。やっぱ東日本女子駅で僕好きなんで、はい、結構テレビで見てたんですよ。見てた知り合いとかも出てて、うんうん、結構見てたんで、それに関われるっていうのはね今年も嬉しいです。はいはい、ということで東日本女子駅伝の魅力を紹介しまーす。そう、行きましょう。頑張りまーす。はい、お願いします。はい、はい、やっていきまーす。それでは行きまーす。そう、ホイストップ、もちろん弱いストップ、前です。4、3、どうでした。いや、めちゃめちゃ久しぶりですね、はい、この感じ、まあ、前回あのね、増田さんと新谷さんとここであっちでさ、やったけどさ、はい、解説した、めちゃくちゃ風強かったよ、ね、飛ばされそうなぐらい強かったんですよ、うん、覚えて、懐かしい、懐かしいですね。いやー、ここから始まるということで、今からドローン撮影があるということで、うん、楽しみですね。上から撮られるって、そうだね、なかなかないもんね。本格的に撮影してくださって、めちゃくちゃ高そうなカメラ1万以上するよ、ね、いや、もっとするよ、余裕でもっとする、うん、200万ぐらいする。高い感じ、200万ぐらいする。結構高いですかね。そうですね、レンズとヘッド合わせて500ぐらいですか。500 いいんじゃないですか。500万ですか。万だって、万すごいね。すいません、なんか200とかいっちゃってもっと上だった、もっと1万です。ワンカット、最初のカットが終わりました。球場のカット終わって、はい、今からコースに行きたいと思います。どうでした、久々の福島テレビさんの。いや、もうめっちゃ楽しいですね、はい、やっぱ僕がテレビ初出演したのが福島テレビさんなので、はい、めちゃくちゃ感謝してて、はい、しかも今年も呼んでくださるということで、来年も呼ばれるの頑張りたいと思います。はい、ロケ車の中、ハイエースで移動、はい、コース楽しみですね、はい、そうですね、結構あの橋渡ってのところが結構魅力的ではある、はい、橋の後ですか。はい、カメラとかついてる。あ、このくらい、はい、今実際にコースのあの車道じゃない歩道を走ってる、うん、いや、まあ楽しかったっすよね、今の撮影は楽しかった、すごい歩いてね、次のスポットに移動していきたいと思います、はい、取ったトップランナーが競い合う区間です。なので、仕掛けどころもたくさんあり、あ、すいません、ちょっと間違えちゃった。じゃあ、田村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回福島来ていただいてありがとうございます。いや、いらっしゃいませ、ありがとうございます。どうですか、福島来ていただいてます。いや、すごいおしゃれな街だなと思って、はい、こちらだと思います。いや、午前の部が終了しましたね。今これ福島テレビさんの
控え室ですか。はい、控え室。すごいな。めっちゃ綺麗。テレビ局やばくない？テレビ局すごい。ここからお昼食べてまた午後と。次はもっとコース、いろんな何区間か回るんで、はい、どんなコースがあるか楽しみっすね。はい、いろいろ行きましょう。お昼も楽しみじゃないですか、撮影者さんは。お弁当何個行くんですか、今日は。ノルマが5ぐらい。ノルマ 5?5 人前？ノルマがね。ノルマなんだ、それ。はい。はい、じゃあ待ちましょう。はい、待ちましょう。はい、信号で止められても抜けるはず。いやおかなり信号で止まる可能性はありますよ。見てください、果樹園にやってきたんですよ、はい、コースでいうと折り返したところ、なんか後半戦入ったぐらいのところなんですけど、見て、超うまそうじゃない？めっちゃうまそう。果実いいよ。これがあっちも実際食べるシーンは、はい、福島テレビさんの方で上がると。そうですね。え、でかい。え、すごいね。めっちゃでかい。すごいね、これ。ほんとでかいね。え、こんななってんだね。すごいよ、これ。リンゴで木になるんだね。それは知ってたけどな。動物の森とかでね、そうそう木になってる。なるじゃん、リンゴをね、揺らして。だったら楽しみだ、食べる。はい、じゃあちょっと、頑張りましょう。頑張る。食べんの食べんの頑張る。頑張ります。頑張るよ。最終区間。最後ですね。紐も結構だいぶ落ちてきているということで、1日経つの早いですね。ね、まあでもしっかりやってね。あ、ちょっとしっかりできてますか。はい、しっかりできてました。いやー、結構お腹減ってきたわ。最後 10キロ区間、はい、頑張っていきたいと思います、はい、ということで、全ての区間の撮影が終わって、スタートの忍ヶ丘競技場に戻ってきました。今回の大会で一番早くここに戻ってくるチームはどこなのか、今からワクワクが飛ばー、最悪区間だ。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。